はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回は信長の野望天下創生パープキット続きをプレイしていきましょうということで、前回までにね、機内一円に、勢力を持っていた三好、これをだいぶ追い込みましたので、今回はさらにね機内で力を持っていこうということで、戦いの方を先へと進めていきたいと思います。で、まずはね、そうは言ってもお金、あとは兵士を集めつつ、さらには、武具、特に鉄砲と騎馬揃えていきたいなと思いますので、そこのね準備を余念なくやっていきましょう。で、あとはですね、やっておきたいところとしては投資関係を先に入れておきましょう。まあ、金がねこの世の中、まあ、今も昔も全てですからね。まあ、給料を上げてもらって仕事が増えるぐらいだったら、いや給料上げていらないから仕事量を減らしてくれっていうのが僕のスタンスなんですけど、とはいえ金があるには越したことがないというのもありますからね。あと交渉では今商人が来てないので、まあどうしようもないね。となると輸送で金を集めましょう。金があるところから金を集めたいけど、どこも金ないよね今。ただキーオスとかはそれなりに金あるね。あとは勝家の名古屋城も金ある。結構もう溜め込んでるね。岐阜もたんまり金を溜め込んでやがる。その金預かろう、この信長が、という感じできっと巻き上げていったんだろうな。さて、そしたら一旦これで時間を進めましょう。一旦、家康が来てますね。会いましょう。信玄を共に倒しませんかと。まあここは変にお金を要求したり家宝を要求しても格上の信長の名が刺さるので承諾しましょう。森蘭丸ですね。これは本能寺フラグなので、本能寺の変は起こさないルートでいきましょう。これ京へ登るにすると本能寺の変が起きちゃうので、ま、登らないにします。これで三井では出奔ですね。まあ、三井で出奔は痛いけど、また雇えばいいだけなので雇いましょう。いやー、もう三井ではどこぞえと言ってしまうのかな。秀光でもダメ？お、秀光だったら投与できるかもしれないって言ってる。うわー、信長様がスカンと言ってくるか。となると光秀はどっかでまた相まみえることになりそうですね。まあ、これはしょうがないかな。まあそこで死ぬよりかはいいでしょう。確実に死にますからね、本能寺の変が起きると。もう何もすることなくイベントの中で死んでいくので、それを避けたいので、まあ、今回は良しとしましょうか。ただ武将の数が足りていないのは事実なので、まあ、そこをどういうふうに切り抜けていくかというのは必
要かな。あとはそうだな、これ見てもらっても分かるように、めちゃくちゃ強くなってるね三好の残された兵は。ちょっと本当に本腰入れて戦うには武具をしっかり揃えないと厳しいかな。いやー、光秀はもう戻っては来てくれないか。まあ、それならそれでしょうがないんだけどね。まずはそうなると先に、そうだな、雑賀衆を切り崩しにかかる。とはいえね、全くと言っていいほど金がないからな。やっぱり金を得るために投資でどかすか、商人町をでかくしていくしかないかな。お、確実に雇える人間から雇っていこう。もう本当にね、全くと言っていいほど武将の数が足りてないので、もちろん優秀かどうかというのも重要なんですけど、それ以上に武将を召し抱えるのを最優先にしましょう。よし、光秀が再び入ったね。で、こっからはもうみんなに金をばらまいていきましょう。それにしてもあれだね、商人が来ないと軍備が整えられないな。今軍備最優先だからね。さあ、これで OK かな。いやー、全然来ないな。そうするとちょっと人当たりかけますか。まあ雑賀衆の力どれほどのものかというのをちょっと見極めていきましょう。いや、半兵衛さ、どうなのこれ。弓である必要ないからな。かといって鉄砲だと400か、数が少なすぎるな。まあ、ここは槍にしよう。あとはできればね、騎馬隊を用意したいんだけど、騎馬はいないんだよねきっと。100ではちょっと話にならないからな。これでいきましょう。まあ、まずはどれほどのものかというのを見極めます。雑賀衆の力を。敵の数7500、そしたらまずは敵が
出てくるのを待ちますか。少し兵を進めましょう。敵の大将をその恩首を取れば戦いが終わるんでね。お任せくだされ。まずは敵の先陣が出てきたらこれを潰しましょう。いや、ことごとく鉄砲持ってるな、やっぱ敵は。全員鉄砲持ってると言ってもいいよね。確実に敵の部隊を仕留めていこう。壊滅したんだ。左近の部隊ですね、壊滅したのは。お任せくだされ。この時に馬がいると楽なんだけどね、戦いが。いやー、減りが激しい。よし、矢倉を潰していこう。確実に確実に。よし、着実に進んでいこう。かかれ。敵将、
さて次をどこ攻めるかだな、まあ、普通に城門を突破していくか。さあここまで来たらもう5点を一気に潰しにかかりましょう。よし雑賀衆ことごとく捕らえましたね。いやー統率89は惜しいな。一旦解放するが敵に回すと嫌だけどね。さていよいよ本当にただ武将の数が足りなくなってきてるな。どうする？まずは光秀秀光親子この辺りをまあ雑賀に入れるか。お、秀光が切れてるな。まあ確かに光秀が一度出奔してるからね、気持ちはわかるけど、わかるけどね。ただ秀光と光秀だと格が違うからな。さてとそうすると次の標的は本願寺ということになりますね。宇治里か、登用するぞ宇治里は。片桐勝元これは久秀で土用させて、さらに高虎いたよね、東堂高虎、これは信長、さらに夏香正家、これ宇治里だ。いやー宇治里心強いね。
ここに来てのガモ氏里は本当に心強い。あとは本当にもう商人が早く来てくれるのを待つばかりだな。いやー、それにしても本当に三好の武将の集まり方はえぐいね。さあ、鈴木だ、鈴木、鈴木が欲しいんだ。ぐは。鈴木がどっかへ立ち去る前に、よし、来たね。本当に今ないからね。武将の数が本当にないんで、喉から出れば出るほど戦闘向きの武将は欲しい。まあ、90以上にはやっぱり忠誠は保っておきたいので、金を惜しみなくばらまきます。であとは本当に商人だね。あとは商人、商人さえ来てくれれば全てまとまるんだけどね。そしたらちょっとずつ城を回収、いやー、城回収する金がないからやめよう。金がもったいないんで。援軍はまあ送りましょうか。勝家一徹、あとは勝豊、さらにひねの、こんだけ送れば持ちこたえるでしょう。吉田城を攻めるか。まあ、これは成政、芸順、長尾、負けるよね。強いもんね、武田軍は。
さて、では、このまま待っててもおそらく、なかなか、商人がやってこないという状況になりそうなので、ここは軍を起こしたいなというところで、次回はですね、石山久保、本願寺攻めを行っていきたいなというふうに思います。では、今回はじゃあ一旦ここで終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。